それでは老老いるという字にいきますね。まず反っての位置、真ん中を狙って下より上が少し長いかな。で、伏せる位置を、2倍ぐらいで持ってきますね。そしたら1画目の横と、2画目の下を通ってこの払いを書いていきますね。払った時に、だいたい一緒ぐらいかな。そしたら、左の払いを少し寝かせ気味に短め。これは中心を通して同じ長さぐらい。こことここは同じ長さぐらい。横は縦よりも少し長めですかね。で、上に抜いていきます。